オラフィニョンです。今日はくだらんスーパーサイヤ人ゴッドベジータ描きましょう。ついでに手も描きましょう。どういうポーズにしよう。こちらに手を向けてるポーズにしよう。そう決めたらこんな感じで二人を描きましょう。どうでしょうか。簡単じゃないでしょうか。幼稚園児でも描けるんじゃないでしょうか。こんな感じで構図を決めます。構図を決めたらもうこっちのもんですな。はい、これオーラフです。ここまで描いたら次へシルエットを取ります。ブロリーのキャラクターはキャラクター設定はすごい指の関節もないぐらいシンプルなものでしたけど、最近は普通に複雑な感じで手の関節もちゃんとあるように描いてますよね。合わせないといけない方は大変ですよ。はい、こんな感じで手をかけました。手の塊としてはこことここですね。ドラゴンボールの手はこんな感じの塊の集合だと思えばいいと思います。で、ゴッドのベジータを描きます。ゴッドのベジータは眉間にシワがないのが好きですな。冷静な感じ、ベジータにしては珍しい冷静な感じ。何かを悟ったようなまさしくゴッドな感じが好きです。リコットなのでやはり細身にしますね。で、こういう筒がこうつながってるようなイメージで描くと分かりやすいんじゃないでしょうか。腕です、これ腕。はい、まあ、こっちはめんどくさいので下ろしておきましょう。こんな感じでこれがオラフです。ここまでできたらぼちぼちと聖書に入りましょう。今回は鉛筆みたい、鉛筆を使って書いてみますか。アニメーターっぽくね。
線のまま動かすのはすごく大変なので、昔のセル画の質感っていうのはなかなか出すのが大変でしたが、最近は撮影処理で結構いい感じにできるにはなってますけど、でもやはりセル画のかっこよさにはかないませんが、こんな感じで塊を考えておくといいんではないでしょうか。鉛筆の感じだとこの線の強弱がねいいですよね。かっこよく見える、見えやすい。アニメーターをやっていた時に鉛筆のこの魅力取りつかれましたね。一生懸命鉛筆で描いても結局は死んだ線にされてしまうから、それが本当に嫌ですね。雑誌とかに載ってる版権のイラストはこのまま塗ってもらえることが結構あったりしますけど、珍しいことじゃないでしょうか。著名な方しか許されない。ちょっと激すぎたので調節しましたね。ふわふわの髪の毛を意識しましょう。髪になびきやすいような、ここがちょっと悟空のコットとは違うイメージですね。悟空のコットは結構髪の毛が硬いイメージ。あと手元を写してほしいっていうご意見コメントをいただきまして、自分も写したいのですが、それの準備と結構写ってはいけないものが写ってしまう可能性があるので、それはちょっと難しいですね。写っていけばいけないものは編集する労力と、そういうことを考えるとなかなか厳しいんじゃないかなと思います。ごめんちゃい。少しバランスを整えます。
こんな感じできました。ではここに色をのせていきますか。ここちょっと調整、ここをちょっと調整したら色を塗っていきましょう。なるべく手を抜きたいので、こんな感じでシンプルだけどかっこいい感じがいいですよね。理想ですよね。まあ一応手袋をしているので、ここら辺のディティールはなくてもいいかもしれないです。お好みで。ちょっとあれですね、グレーっぽい戦闘服だって、グレー青じゃない感じ。それがまたいい、よろしいのではないでしょうか。こんな感じで。やってみましたが。まあまあですか。目の色はちょっと変えますか。はい。どうでしょう。はい。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。じゃあまたお会いしちゃおうと思ったけど、ここにちょっとグラデーションを乗せてみましょう。
地点ありがとうございました。ジニー。